再生しようマーランカノッチでーす。はい、今日はその動画で、いきたいと思います。いろいろ紹介してるのを見て、僕もね、なんか一個紹介しようかなと思って、今日はこれを持ってきました。じゃーん、レオプライムです。レオプライム紹介していきたいと思います。なんかすげえいじめっ子な気分なんだよ。今回の罰ゲーム、はい、開けてみました。じゃーん、さあこれが中身です。これが中身です。では開けていっていきたいと思います。これね、レオプライムってね、トランスフォーマーのライオコンボインっていうのがなんか最近新しくなったらしいです。僕おもちゃ好きなんですけど、トランスフォーマーのことはよくわかんないです。この間出ました。この間まだ新品だと思います。新商品。これが中身になります。ライオン、顔映ってるかな。ライオンです。ライオンガオ。これがなんか頭になる人。でこれがロボットになります。とりあえず変形させてみましょうかね。まずはライオンこっちにつけて、なんかもうね、こんな感じ。それでは変形させてみたいと思います。ピタッとね、こんなもんかな。神の手、はい。さあ変形させます。変形させてる最中に喋ってるあの動画の人たちってすごいよね。物食ってる時に黙る俺には無理だよ。ジャキーン。基本的にこういうおもちゃは説明書を見ないで、まずは変形させたいタイプです。足、下半身、下顎が手になるから、なんか変な感じ。これがロボット。頭ないです。頭で、頭がさっき見せたちっこいのがこれ、背中に頭背負ってるの。ピント合わないよ。こうやって畳んで頭にします。ピント合わないよ。神の手。ああ。じゃーん、なれんなよ。これがここにくっつきます。はい。でここで頭がくっついたら、この胸のここを押すと、ここの胸のここを押すと、ジャギーンって角が出てきます。でこれで武器を持たせたら、ロボットモードの完成です。で隠しましょう。はい、じゃーん。はい、それではこれからもう一個これ変形します。飛行機になります。ビーグルモード。じゃあ変形させてみましょう。これを畳んでいって、こうやってここまで、まず足を合わせます。合いません。足合わせます。そしたらここになんかピョコって出てくるのがあるので、ピョコって出してください。はい、結構今真剣にやってんの私。ほっといてくださる、危ない。じゃーん、ビーグルモード。なんだこれ、宇宙船、なんかあのガンダムのホワイトベースみたいなのになります。アーガモ。できないじゃん。武器をなんかいろんなところにつけちゃってください。じゃん、あった。でね、これね、ここにね、人形が乗れるの。じゃーん、やっぱこれアーガマみたいでしょ。これね、あのトランスフォーマーでビーストウォーズを見てた人だとライオコンボイン知ってると思うので、その人にはおすすめ。じゃーん、そんな感じで
今日は初めてのソロ動画なんですけども、隣になんかいました。よかったらまた紹介しますのでよろしくお願いします。以上、青春オーバーランでした。くるりっぱ、いやかましい。ひどいぞこれ。